ピッチャーなんかにとっては大事ですよね。そうですか。おっとこの辺りは伸びていってバックしていってバックしていって入りました。ピッチャーバルデスにホームランが飛び出しました。バルデスのホームランでドラゴンズが1点先制。なんとピッチャーのバルデスがフルカウントからホームランを放ちました。バルデスのホームラン、東京ドームライトスタンドに飛び込みました。山本さん、得てしこう一発とかでね、はいはい、点が入ることもありますので、まあ、そう痛烈な当たり、ピッチャーのウィーランドからの打席だったんですが、来日1号ということになりました。さあ中間スタンドに飛び込みました。山本さん、このピッチャーのウィーランドに一発先制点がベイスターズということになりました。すごい打球打ちましたね、こともありました。30球を要して、さあライトへ大きな当たり、伸びていって伸びていってわずかにファール。アタスが多くなっている大川、右中間へ、さあライト下がって下がって下がって入りました。なんとなんと先発ピッチャーのメッセンジャー、ライト方向にソロホームランを放ちました。メッセンジャー今シーズン第1号。フォアボールを与えています。高く舞い上がって打った瞬間、マイコラスは両手を上げていました。豪快に持っていきました。投手マイコラス、チームメイトも驚く一発。ゆっくりとゆっくりと歓声を浴びながらマイコラスがダイヤモンド一周、静岡の夜空へ打ち上げた花火。この回先頭のマイコラス、承知でしょうし、おお、これはどうだ、すごい当たり、打球はライトへ、完璧に打たれました。うなだれた伊藤純喜、高校時代甲子園で名を馳せた伊予ゴジラ、これはプロ初ホームランになります。右中間ライトスタンド届くか、入った、また大空から夜空に花火が打ち上がった横浜スタジアム、ウィーランドツーランホームラン、梶谷ホームイン。そしてウィーランドがラミレス監督の期待に応えて大瀬良からホームランホームイン、2点を返しました。5対2、レフト方向だ、どうだどうだ、ボールの入った花を添えました。ここはウィーランド、なんとなんとレフトスタンドへ、ウィーランド第3号のスリーランホームラン、ベイスターズ逆転。筒香と宮崎がつないだ、それをピッチャー8番ウィーランド、逆転のスリーランホームラン。